皆さんこんにちは。響きの所属声優が YouTube でお送りしている響きスタイル、本日の担当は西尾優香と今はまねのおゆうねすです。お拍手か拍手。いやタイミングぴったりだったよ素晴らしい、うん、やっぱりね音ゲー2人ともやってるだけあるね。うん息があった息がぴったりはい3月ですね。うんしかも3月もう終わろうとしてるからね、あっという間ですよ。はい、はい、3月といえばですよ、うん、3月の16日に、はい、バンドリのね記念日ですね。はいバンドリの、うん、記念日だね。そうだね、そうそれでもありますはいということで皆さんプレイしてくれていますか。バンドリガールズバンドパーティーガルパがついに4周年を迎えました。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてありがとうございます、うん、ありがとうございます。いやー4年生すごいね。ねえそんな経つんだって思った、うんうんうん、でもそう考えると自分は中学1年生の時にこうガルパ始まって遊んでた記憶があるから、うん、あ早いね。早いね。そう私もなんだっけリリース開始時にスマホにダウンロードしたから、うんうん、4年経つんだなっていうの ね, ねあるね。しかもモニカは1歳だ。やっとだよね。やっとだね、うん、なんか練習した時間とか結構長いから、ね、もっとやってんじゃないかって気はするけど、ねうん、1周年です今後ともよろしくお願いします、ね、お願いします。そしてそんなガルパにかけまして、うん、今回やっていくのはこちらです、うん、バンドリーイントロドーン。台本飛んでったはいということでですね今日はイントロクイズに挑戦していきます。はいあのですねイントロクイズというのは流れた楽曲とどのバンドが歌っているかをそれぞれのバンドのオリジナル曲のみが問題になっているそうです。うん、うん、オリジナル曲流れてくるからそれを早押しで答えようというそうです感じですね。ですけど今回はカバー楽曲はなし、うんうんはい、それぞれのバンドのオリジナル曲のみが問題になっているんですけど、うんまあねこう自分の脳内でさこう歌詞は出てくるけど、うんうん、曲名が出てこないっていうのがはいはいはい ねそうなのよ。あ分かるよ分かるんだけど曲名はなんだっけっていうのはね本当に多分むちゃくちゃ多いから、ね、自信はないですね。うん私もない響きスタイル。それでは行きましょう。きっかけのセリフは2人で言いたいと思います、はい、いいですか。うんせーのバンドリーイントロドン。お、あ、ポッピンパーティーのイニシャル。ルル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 ルいやいや今の面白いからいいと思う。いや言ってほしいということで正解はイニシャルポッピンパーティーでした。やったね。ねワンポイント。ちょっと分かりそうだったんだけどな、ね、なんかこう あれ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 次行きましょうか。はいせーのバンドリーイントロドン。どうしましょうか。どうしましょう。もうせーのにするこれは。せーのにしようか。せーの、ウォルフォニカのデイライト。使ってほしいけどな。待ってずれちゃった。まあねこれはね、うん、やっぱり。私たちのデビュー曲、うん、もう何百回聞いたか弾いたかっていう感じだから ね, もう親の声よりも聞いたかもしれない、うん、本当にはいじゃあ次行きましょう。はいせーのバンドリーイントロドン。いやこれもしかも私もなんかあってそういうの、うん、あのめちゃくちゃ好きな曲っていうのもあるし、うん、私ここの響きに入るオーディションの時にバイオリン持ってきて弾いたのこの曲なの。うわ答えたかったせーの
バンドリーイントロドン。パステルパレットのゆらゆらりんどんダンス。これだ、やった、もうこれ大好き。これね、あの夏のさ、ライブの時もさ、もう、うん、そう、上坂さんが出てきてさ、うん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 、本当に涙すぎて、ね、あれもすごかったよ。ステージとステージが終わったのと、それのそのダブルの感動ですごい泣いてた、うん、いや、あれはね、感動しちゃうよ、うん、せーの、バンドリーイントロドン。指で押さえちゃった。でででで、おいおい、かっちゃうぞ、ベッツーヘルオーヘル。それだ、バン、あれだ、ヘルオーヘル。そうですね、じゃあ改めまして、はい、答えはせーの、レーザー水蓮でヘルオーヘルです。はい。せーの、バンドリーイントロドン。すごく楽しい曲なの。あ、そうなの。私はすごく好き、うんうんうん、そう、だからね、うん、あ、これがいいんだなみたいな脳に染み渡った。うん、ロゼさんの曲の中でもめっちゃ好きだったんだけどな。せーの、バンドリーイントロドン。 あれだ、ハローハッピーワールドさんの、世界のピラミッド、トレジャー、それだ。あ、そうだそれだ。やっぱりね、うん、倉田真史郎はミッシェル推しなので。なるほどね。このね、曲はもうミッシェルさんの DJ がね、うん、すごいかっこいいのがあるから、うん、ちょっと真史郎ちゃんが多分私の心の中で騒いだんだと思う。教えてくれた。そう、教えてくれた。よし、せーの、バンドリーイントロドン。あ、あれだ、ポッピンパーティーさんで桜。あ、違うな、なんだなんだ、なんだっけな、ポッピンパーティーさんで、え、どうだろう、え、サークリングじゃないよ。あ、それだ、やった、それか、それか、はい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 、富士急ライブで最後みんなやったやつだ。あれ、そうだよね、そうだよね、やったやった、それだ、そうだ。はい、じゃあ次いきますよ、はい、せーの、バンドリーイントロドン。ロゼリアの、あの、あれ、歌い終わったけど出てこない。わかんない、わかんない、お手上げ、わかんないです。正解は、あ、それだ、それだよ、それだ、それだ。ああね、二章だね、二章。はい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 、はい、あれだ。さあ、うん、すっきり。うん、夜もぐっすりです。はい、さっきので最後って言ったんですけども、うん、モニカの曲で早押し今やってみようとなりまして、ね、最後にモニカの曲でイントロドンいきたいと思います。ね、そうね。ではでは、いきますよ。あ、じゃあ頭の上に置いとく。あ、そうだね。せーの、バンドリーイントロドン。モルフォニカでフレームオブホープ。いや、なんかさ、今めっちゃ面白かったのがさ、トラララタンって今後ライブでやることになるよ。ネタになっちゃうよ。トラララタン、タタ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 タ
タタ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 ね、まあでも刺さってなかったね。そうだ ね、あのネオアスペクトが分かんなかった以外は、ね、まあね、どっちかは答えられたよみたいな感じね。そうそうそう、うん、いやよかった、うんうんうん、よかった、もう推し曲が流れただけで嬉しいね。そうあーこれ来たー嬉しいだけでね、もう幸せな気分です。いやほんと楽しかったね。うん、なんかねまたやりたいよね。うん、うん、モロフォニカだけもやってみたいよね。あ、そう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 、ね、もしできるならさ、こうみんなでやりたいよね。あー確かに、ね、うん、みんなでやったりライブ会場でさ、いきなり、うん、イベントとかでねそうそうそう。でもモニカの曲だったらもうねコンマ1秒の差だけどね。ね絶対みんなそうなんか正確 な何分0分0分じゃない0秒いくつで押しましたが出ないと分かんなそうだけど。確かに、いやそれはある大変だな。こうスローモーションで見れるさ、うん、カメラこうパンみたいなそれ欲しいよ ねはい、うん、ということで皆さんね、これからもガルパンを引き続きよろしくお願いします。お願いします。ということで今日はここまでです。このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますので、ぜひぜひ気に入ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。今日の担当は西尾優香と新藤天音でした。バイバーイ。